グリースガンにちっこいグリースガンノズルをつけたらこれは具合いいんじゃないかということでですね、草刈りに楽しみよ、サムライチャンネルへようこそ。今回はですね、今シーズンですね、刈原駅に西巻工業さんのこの曲げ太郎ね、装着したんですけれども、曲げ太郎ってね、ここにね、グリスニップルがついてるんですよ。そしてグリスニップルね、私使ったことあるんですけれども、自分で持っていなかったので、今回ですね、この AZ さんの 2A80 グリースガン、こちらで購入しました。そしてですね、グリスガンってね、グリスニップルでこうカチッとはめてですね、こうポンピングしていくんですけれども、いやー、そこでですね、ちょっとね、思いついたことがありまして、私がね、いつも愛用しているこのね、ちっこいグリースガンですね。で、これね、たまに使うだけだったら、本当にですね、刈原駅のですね、レベルギアのグリスアップにはね、非常に簡単にできていいんですけれども、いやー、これね、一つね、まあ難点がありまして、まあ難点というものではないんですけれども、結構ね、やっぱり硬いグリスが使われているんで、これをですね、この蛇腹をですね、こう押し込んで、このグリースガンの中にね、送り込んであげて、それでですね、この青いところで押し込んでやるという作業があるんですけれども、結構ですね、このグリスってね、硬いんですよ。で、こう押し込んでやるのがね、ちょっとこう面倒だなって言いますか、まあこう押し込みにくいっていう部分がありまして、グリースガンだったらね、こうしっかりとね、圧力をかけて入れられるので、あ、これはいいのかなと思いまして、で、ちょっとですね、このグリースガンのですね、ノズルをですね、このちっこいグリースガンのものを交換できたらいいのかなと思いまして、で、これ同じ AZ さんの商品ですんで、このノズルの付け替えですね、今日はね、これをやっていきたいというふうに思っています。それではですね、早速開封をするんですけれども、まあこれね、プロ仕様、最大圧力23MPa と出てるんですけれども、実はですね、刈原駅ってね、あまり強くですね、グリースガン等でですね、ここのベベルギアのところにグリスを押し込んでしまいますと、結構ね、ベアリングがこの中に入っていて、ベアリングのパッキンをですね、こう圧力でですね、壊してしまう可能性があるということで、まああまり強いポンピング作業はですね、やらない方がいいんですけれども、まあノズルをですね、このちっこいグリースガンのこの極細ノズルですね、こちら。このね、ちっこいグリースガンの極細ノズルにすることによって、まあ適度なですね、こう握り具合で、そして便利に使えるのかなということでですね、今回ちょっと試してみたいかなというふうに思っています。で、うまくいくかいかないかはわからないんですけれども、まあ何でもね、やってみないとわからないという部分がありますので、まあそもそもつくのかという問題もあるんで、まあそういうところを踏まえてですね、ちょっとやっていこうかなというふうに思っています。よいしょ。で、パッケージはですね、非常にかっこよくてこれいいですよね。あ、後ろにはですね、使い方も出てますね。よいしょ。なるほど。なるほど。これがノズルと。そしてこんな形ですね。まあ一般的な感じなんですけどね。まあこれよりね、もうワンサイズ大きいものもあるんですけれども、まあこのぐらいの方がね、刈原駅にはね、小さめの方が使いやすいかなということでですね、まあこれを選んでみました。そしてこちらの商品ですね、このノズルはですね、この横向きとですね、縦向き、両方に使えるということで、まあ横向きの方がコンパクトでいいのかななんていうふうに思うので、まあこれね、使わない方にはね、こうめくらをするようになっていますね。それですので今回はね、この横にですね、装着をしていきたいと思ってます。そしてですね、それをつけるにあたりまして、実はですね、これ、このね、同じ AZ さんのですね、強所用ストレートノズルというものがありまして、これもですね、非常に極細なんですよ、先端が。で、ちっこいグリースガンと比べますと、まあ、穴のサイズはですね、まあ一緒ですかね。ただですね、このちっこいグリースガンのノズルというのが、ここが太いんですよ、これ。で、こっちは細いので、例えば刈原駅のですね、まあ、例えばここが穴だったとした場合にですね、これね、これだとね、ちょうどね、ピタッとね、こう収まるんですよ、ここ。ピタッと収まって隙間がなくなってくれるんですけれども、こちらの細いやつだとね、入れた時にね、スカスカしてこう遊んでしまってグリスがこちらから出てきてしまうと、圧力をかけてね、反対側から逃がしてあげたりしたいんですけれども、まあこれだとですね、ちょっとダメなので、これをですね、
外しまして、まあ実はですね、これね、ネジ止め剤が使われて外すの非常に苦労したんですけれども、もう力をかけてですね、一気にね、外してしまいました。まあそんなことでこれをですね、外しまして、そしてこのちっこいグリースガンのノズル、これはね、簡単にね、外れましたね。よっ。で、これをですね、こちらにつけたいと。で、奥までしっかりと入れますと。これをですね、このグリースガンに、もうつくかつかないかね、わからないんですけれども、勢いでやってますんでね、今正直ね、ついてくれてよかったなと、まあ、そんな風に思いながらね、今作業をやっています。よっ。で、しっかりと入れると。うん。お、いいですね。イメージ通りのものができましたね。そしてこのグリースガンにですね、入れるオイルなんですけれども、どうせ入れるならね、いいものを使いたいなということで、このね、CKG002 っていうのがあるんですよ。超極圧、そして超防水グリースということで、こちらをね、使っていきたいと思います。で、これ使っていいのかっていうことなんで、私もね、この規格をちょっと見たんですけれども、こちらですね、仮払い機用のグリースですね。で、もちろんね、仮払い機用のグリースをね、使うのが一番いいのかなと思ったんですけれども、規格がですね、一緒なんですよ、これ。使用温度範囲がですね、マイナス20度からプラス200度。こちらもですね、使用範囲がマイナス2度から200度。で、調度って言われている部分ですね。これ2号ということで、25度。そして265から295ということで、こちらもですね、この調度が2号ということで、同じなんですよ。で、これ同じだったらですね、まあこちらのですね、ハイグレードのものの方がいいかなということでですね、今回ね、こちらをね、購入してみましたので、これをですね、注入したいかなというふうに思っています。ただですね、まあ、こちらのね、黄色いものの方がね、汚れ具合がわかりやすいので、まあ、これね、どうかなと、もうこっちだとね、色がね、もう黒っぽいので、いつものイメージだと、もう汚れてね、排出されてくるグリス。まあ、それも考えて、やっぱりこっち使っておいた方がいいですかね。まあ、これはね、まだまだいろんなところで使えるので、まあ、ちょっとね、総合的に考えてこちら、装着したいと思います。で、付け方はですね、この箱の裏側に出ているので、これに沿っていくんですけれども、まずはですね、これをね、緩めて、簡単に取り外せますね。おう。そうしましたら、硬いのチェーンを引き、留め口にかけてロックしますと。これを引いて、あ、なるほど。スプリングの力で引いてですね。あ、このチェーンをですね、ここわかりますかね。ここにね、かけてロックすると。ちょうどね、ここに溝がついていますので、このチェーンのですね、互い違いになっているところを利用してですね、これをここにかけることによって、このようにね、ロックできる仕組みになってますね。そうしますと、こちらがですね、すっぽりと穴が開くと。まあ、そんな感じですね。まあ、これね、当たり前っちゃ当たり前でね、知ってる人は当たり前だよっていう方が多いと思うんですけれども、いや、なんかね、よくできてますね。非常にシンプルな構造でね。そしてこちら、今ちっこいグリースガンついてるので、これをね、外してしまいますね。よっ。まあ、こちら外すとこんな感じ。そうしましたら、これをですね、こちらにね、よっ、回して、取り付けます。まあ、AZ 商品なんでね、この辺はね、もうネジの山と言いますかね、もうぴったり合いますね。よし。そうしましたら、これをですね、ここに装着をします。ギュッと。よっ。
そうしましたら、奥まで入れたらですね、このチェーンのロックを外すと、下からですね、こう、さっきのスプリングの力でですね、こう、押し込んでくれますので、このレバーをポンピングすれば出てくる仕組みとなってますね。ちょっと出してみたいですね。それではですね、ちょっとポンピングしますね。まあ最初は何度かきっとこれやんないと。あ、出てきた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 。ちょっと時間がかかったんですけど、何度かポンピングしたらね、出てきましたね。おぉ。あ、出てきた、出てきた、出てきた。あ、いや、出てきましたね。おぉ、おぉ、おぉ、出てきた。おぉ。ちょっと最初ですね、この中のですね、まあ、いろんなこう、異物といいますかね、きっとオイルみたいなのが塗布されてるんで、ちょっと茶色っぽいものが出てきますので。おぉ。あ、出ましたね。出た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 。やっとね、通常の色のものが出ましたんで。ああ、なるほど。こんな感じで出てくるんだ。あ、でもそんなにこれね、極細ノズルなんで、極端にね、圧力でグイグイ押すような出方じゃないですね。普通に握ってあげればこんな感じで出るんで、いや、これ意外とね、ちょうどいいんじゃないですかね。いや、これはね、意外と使えそうですね。そしてこれ、グリスガンにですね、どんなグリスが入ってるのかわかるように、このシールですね。よくなんか野菜だとかね、花植えた時に、あの袋がないとですね、あれこれ何の花だったかって、何の花だったのかね、こうわかんなくなってしまう時もあるんですけれども、よくね、袋とかをですね、こう取っておくとね、後になってわかる時もありますよね。そんなことですね、これをですね、こんな風に切ってですね、このグリスガンには何のグリスが入っているのかというのをね、わかるようにしておいた方がいいかなと思いまして、よいしょ。これをここに、よっ、通して、通しとこう。よし。通して。で、テープでですね、ここを留めておくと。よし。よし、こんな風にね、するとですね、何のグリスが入ってるのか分かりやすくていいのかなというふうに思います。で、またですね、グリスこれ交換するときはね、これ抜けますんで、適度な感じで抜けますんでね、また違うタイプのものを交換すると、非常にですね、このグリスガンに何入ってるんだっていうのがわかるんでね、これね、おすすめのやり方かなというふうに思います。さあ、それではですね、グリスガンにちっこいグリスガンノズルをつけたら、これは具合いいんじゃないかということでですね、早速ですね、給油の方を行っていきたいと思います。まずはですね、入れる方からですね、まあこれ枯葉ライトによってね、それぞれね、違いますんで、いろんなネジのタイプとかがあるんですけれども、こちら10ミリですね。入れるところは10ミリ。よっ。そして出てくる方。よっ。まあ出てくる方とは言ってもね、こちらのシャフトの方にね、結構出ていってしまうんで、まあこれもですね、年に1回はですね、ここから外してですね、この中のグリスもね、余分な分取ってやることが必要なんですけれども、今回はですね、ここから、さあ、これでね、注入準備完了となりましたので、こちらですね、注入をしていきたいと思います。そしてですね、私なぜここにね、このノズルをつけたかったのかということなんですけれども、このね、ちっこいグリスがノズルって、非常に太くてこういうね、45度ぐらいの傾斜になってるんで、ここに刺した時にですね、ピタッとこれ収まるんですよ、ここに。ピタッと収まってくれるので、これはいいんじゃないかなと思いました。それでね、今やってるんですけれども、もう一つのですね、この極細ノズル。これですとね、ちょっとね、こうスカスカしてですね、隙間が空いちゃって、圧力をかけて入れていくことができないので、これだとね、ちょっとダメなんですよね。それですので、今回のですね、このね、ちっこいグリースガンノズルのね、付け替えに至ったわけなんですけれども、
これが私の思い通りですね、この反対側からですね、にょろっと出てきてくれれば非常にいいなというふうに思っています。よっ。それでは入れていきますね。よいしょ。見えると。まあ、ゆっくりですね。ゆっくりポンピングをしていくと。おー、出てきた。出てきた。出てきたけど今カメラには映ってないので、ちょっと反対側の様子をですね、映しますね。よっ。そうするとですね、このようにね、にょろっと出てくるんですよ。で、新品のですね、新しいグリスの色がですね、よっ、こんな形。こんな感じでね、非常にね、綺麗な黄色いグリスですので、まあね、結構まあ汚れていますよね。それですね、ここにょろっと出たらですね、この仮場をですね、回転させて、この中で馴染ませてあげて、そしてですね、さらにもう一度ですね。よいしょ。おー。いいですね。いい感じで出てくる。で、馴染ませて。で、私はですね、これ綺麗なグリスがですね、黄色いのが出てくるまでね、これやっちゃいますね。お、出てきた。綺麗なグリスが出たら、これで終了かなということで、終わりにしたいと思います。よいしょ。そうしましたらね、この排出されたのもですね、実はね、意外とね、まだまだ使えたりするんで、もしね、どこかに使いたいようなところがあったらね、まあ、このように取っといて、まあ、どっかにこう塗って錆止めですとか、まあ、そんなこともできるんですけれども、まあ、大半はですね、もう私このままですね、処分してしまうところもありますね。それですので、こうなんかいらない捨てるようなものですね。こういうところでですね、もうこれくるんでしまって、そして余分なところをですね、拭き取ってあげると。まあ、こうチップ層のね、錆止めになるかなーなんていうところもですね、あるんですけれども、まあ、油を塗って保管しておいてもね、ベタベタしてしまいますんで、よいしょ、しっかりと拭き取っておきます。そしてこの小さいネジ。よいしょ。で、反対側ですね。ネジ山をよく拭いて。で、これね、ここね、ワッシャー入ってるんですよ。まあ、これもね、全部使い回しちゃってますね。よいしょ。まあ、本当はこういうパッキンもですね、変えた方がいいとは思うんですけれども、再利用と。よし、完成です。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、このグリースガンに、ちっこいグリースガンのノズルをですね、移植して使うというね、技を紹介したんですけれども、私もね、思いつきでやったにしてはね、たまたまなんですけれども、うまくいってくれて、そしてですね、ベベルギアのね、給油もですね、非常に簡単にできて、こう今までみたいにね、ちっこいグリスガン使ってね、こう硬いグリスをですね、押し込んでやることがいらないと。まあこのスプリングの力によってですね、押し込んでくれますので、まあこれね、非常に良かったなというふうに思っています。そしてですね、まあこれね、まあこういう使い方が適切なのかわからないんですけれども、このですね、ラベルの付け方ですね、まあこうしたものを付けておくと、グリスガンにどんなグリスが入っているのかわかりやすくてですね、いいのかなというふうに思っています。またこのオフシーズンのですね、メンテナンスを楽しむというね、草刈りに付随する楽しみですね。こうしたものもですね、皆さんに感じていただけたらいいかなというふうに思っています。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、そしてグッドボタンが私の動画制作の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。